指示通り20分後に回収に来ます。お気をつけて。警備ロボット対策に人工衛星の監視を逃れるための小細工か。土味方か。そろそろ初陣だと思ってな。ああ俺たち全員その存在が表に出ただけで問題になるような連中ばかりだ。この俺がご褒美を期待してるとでも言いてえのか。その上で勝つにはどうしたらいいか、そいつを認識しておけよ。要件はそれだけか。早いところ終わらせて帰ってこい。つうかあいつまだ使い物になったんか。お前と同じだよ、補強してる。始めるとしますか。少しは加減してほしいものだな、能力者。こちらが先にターゲットとぶつかってしまったわ。駒場利徳、いささか大人げないと思うな。こちらは破壊目標を確実に叩くだけ。厄介程度で収まると思う？眉間にぶち込んで終わらせてあげるわ。これくらいのハンデがあってもいいだろう。音波伸縮製の軍用特殊テーピング、手に入れるのに苦労した。早急に決着をつけよう。その程度の幕ではこの俺を止めることはできない。あっけない。終わったみたいだし。やだね。アクセラレーターか。駒場利徳だな。一応理由を尋ねてやろうか。街を混乱させた上で無差別攻撃ってとこか。俺が殺した。そうかい。知ってるか、俺の前に立ったクソ野郎は普通ならミンチになるんだぜ。なんだこれは。真っ赤に弾けろ。最後に選べ、どこを撃ち抜いて殺してほしい。ふざけんじゃねえぞこのクソ野郎が。バッカじゃねえの。漂ってる金属箔をどけちまえばいい。例えば換気するとかな。おっせんだよ。ああいう連中が邪魔者扱いされてんのは、ひとえにお前らみてえなスキルアウトがはしゃいでるせいだ。そういった行動がお前の首を絞めてるってことぐらい気づかなかったのか。中には強大な力を振りかざすだけの醜い人間もいる。いずれこういう結末を招くのは分かっていたが、この野郎、手土産だ。この無様な光景を胸に刻んでおけ。例の収集車を送りますので、そちらに乗ってください。いや、こっちは勝手に帰る。生きてんだろ、ムスジメアーキ。命の恩人に対してそういう言葉遣いでいいのかしら。大したことじゃねえ、残業だよ。ああ、残業のせいで結構遅れちまったな。うん、あの面。はいはい、三坂美鈴さんですよ。いけねえ、私結婚してたんだった。あれ、断崖大学のデータベースセンターってどこだっけ。うわっ。知るかボケ。そこらのタクシーでも捕まえてろ。さっきから意味のわかんねえことばっか言ってんじゃねえ。作りたてが美味しいっていうのはその通りかも。あ、それならいっそ私の前でトーマが料理を作って。三坂さん、あ、いけねえ、ストレッチしてないし乳液も塗ってないじゃん。
吐きそう。助けて、インデックス。あんだとこんな。うわあ、インデックス、私はインデックス。わざわざここへやってくるしかなかったのです。はあ、なるほど。君の番号は友達のカテゴリーに登録しとくからね。アクセラレーター、何か用ですか？悪趣味な野郎だ。お前がグループの上か。こっちのことですか。参りましたね。何？かの三坂美鈴様より襲撃？ええ、三坂美鈴様は三坂美琴城の母親にあたります。多くの学生たちが学園都市を離れてしまうといろいろ困るのですよ。で、ここで積んでおくことにしました。いや、手際が悪い。アシストしていただけるのであれば。お断りだ。それまであなたの能力はこちらで預かっておきますね。お前、電極に細工を。三坂美鈴だったか。こいつを助けりゃさてと、最も救いから遠い方法で何もかもを血みどろに救ってやる。とにかく時間がねえ。例の女を探すぞ。そいつらは多分スキルアウトだ。スキルアウト？美坂さん、あんた娘には電話したのか？あいつは学園都市に7人しかいないレベル5だ。もしもまだ、あの子に顔は合わせられないわ。わかった。女はまだ見つかねえのか。くそ、こままの野郎、自分だけあっさり死にやがって。浜面だ。ターゲット発見。こちらで始末する。お前たちは、お前らに天国への日帰り旅行をプレゼントしてやる。5人か。全員銃を持ってるな。おい、冗談だ。バカ野郎。なんでこのタイミングでやってこれた。あの依頼そのものがダミーで俺たちははめられたのか。くそ、最初から見捨てる腹だったのか。俺はこの人から電話を受けてやってきただけだ。巨大な陰謀に巻き込まれたとか、とんでもない作詞がいたとか、そういう風にごまかすこともできねえってのか。下がってろ。もう一度言ってみろ、てめえ。ふざけんな。人の命を何だと思ってやがる。何？全てのレベル0をてめえみてえな野郎と一緒にするんじゃねえよ。レベル0の人間なんざ学園都市にはゴロゴロいる。てめえ自身が一番レベル0をバカにしてんじゃねえか。てめえも俺たちと同じ。力があっても何も与えてくれないあんな連中に比べれば、俺たちスキルアウトの方が100倍マシだろうが。もしも能力者に反撃するだけの力を使って困っている人に手を差し伸べていれば。黙れ。そういう風に生きてきた駒場利徳だが、そいつにはてめえにないものがあったはずだ。弱者なんて呼ばずに仲間を守るために。俺たちをバカにしやがった。そんなつまんねえ幻想なんて自分でどうにかしやがれ、このクソ野郎だ。私はミコトちゃんを連れ戻しに来たの。君たち上に言われて俺に罰則でも与えに来たか。なので殺害は中止。上がそんな曖昧な結論で認めんのか。守ってもらうという約束を果たしていただけたようですし。さっきからずっとこの調子で具体的な回答を控えているのよ。おそらくよほど醜い手を使ったのでしょうね。ルールに従ってるだけじゃ奴らと出し抜けない。手を結ぼうぜ、アクセラレーター。面白い。ただしお前らが足を引っ、そろそろ上の連中に反撃しようぜ。楽しいね。目的があるっていうのは本当に楽しい。もうまた一人で出かけて大怪我するなんて。今回はまだ運が良かった方。